休日密着ですね。いただきます。安藤さんっぽい。安藤さん決めてたんですね。メインははしご酒やってきました。古町九番町です。いや、こんな明るい時間から飲めるなんて。ここだ。一軒目は酒と飯スタンドお酒さんになります。すごい、わかりやすい。あの、大きい通りに面してるんです。じゃあ行きますか。ね、こののれんも素敵。こんにちは。最高じゃない。こういうスタイルのお店、新潟で初めて来ました。あ、そうなんだ。お酒のラインナップがこのようになっております。一杯目どうしようか。なんか、ね、いいかな。生いこう。すいません、生一つ。はい、ありがとうございます。酒の魚がさ、全部美味しそう。どういうこと。パクチー水餃子なるものもありますね。ポテサラとか大好きなんだよね。はーい、ありがとうございます。来ました。いいなー、15時。まあ、15時からいいですか。じゃあ、乾杯。いただきます。最高。お疲れ様です。お疲れ様です。時間で結構ビールください。はい、こんにちは。すいません、こんにちは。あの、テレビ新潟と申します。あ、そうなんですね。ちょっと YouTube 撮ってて、ちょっと声とか乗っちゃうかもしれないんですけど、申し訳ご了承ください。じゃあちょっと、あの、僕いつも声を聞いてちょっと、いやガンガン喋ってください。いつもなので小さい声で。おだけさんが出してる馬系の何かは絶対食べた方がいい。はい、ね、お一人だからね、なかなかあれもこれもってわけにはいかないね。そうですよね。よく来られます。あー、まあ、ちょこっとこの辺は結構あの定番メニューで、ハラミ付き揚げの甘だれ揚げなんかも、もうすごい人気のメニューです。なんで笑ってるの。また説明してる。はい、来ました。ごま味です。小ネギとみょうがと大葉、それから生姜も、薬味てんこ盛りです。すっごいごま濃厚です。大葉とみょうがの、ね、香りが合うんです。このために働いてる。今日休日ですね。平日のお酒とは違った美味しさがある。あ、ここにもしかしていればいい。めっちゃ探してる。めっちゃ探してる。ロッカー、かわいく京都なの。めっちゃかわいい。お酒を京都の6貫プラスで、はい、あとポテサラと馬初刺し。はい、こちらもすみません、失礼します。はい、じゃあこちら6貫です。うわー、タップタップ。あー、滴る。いただきます。今迷っているのは里芋か、あと、まあ、しみじみ美味しい。どっしり後に旨味が残る感じした。すごいいい香りがします。うん、香りもすごくいい。サラです。じゃあ、ありがとうございます。ポテサラも来ました。赤いね、来ました。馬初刺しです。美しい。では馬さん行っちゃおうかな。これごま油とお塩かな。うん、待って、こんな美味しいんだっけ。え、すっごい弾力と噛むとしっかり旨味が出てきて、これは進んじゃうね。ポテサラもいっちゃいます。なんかトッピングがすごい。ザクザクする、うん、別に
添えのマヨがちょっとスパイシーに、中のベーコンが燻製の香りがすごく、あ、でもすごい、ぶっちゃけ水の方が良かったから、あの 3M 大満足、ごちそうさまでした、またお待ちしてます、ありがとうございます、おいとまいたします、失礼します、いや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 、一軒目から楽しすぎますな、こんなに飲んで楽しくしてまだ5時なんですよ、恐ろしいことに、やっと新潟一番終わったぐらい、一部終わったぐらい、はい、2軒目赤たぬきです、来たことある方多いんじゃないかな、私もです、来ました、さあどうしようかな、また一周回ってビールもあるらしい、もうちょっと糖質も気になってくる、ハイボールにしようか、ハイボールを一つ、はい、じゃあ赤たぬきさんの一杯目はハイボールです、乾杯、いただきます、うん、あ、しっかりした濃さ美味しいです、本当にメニューの種類が豊富で、ここ見てください、ずらーずらずらずらー、これの他に本日のおすすめもあるので大変なことですよ選べません、例のごとく、お腹もまあまあいい感じなので、蒸し焼きという手もあります、串食べとく、これこそ独身社会人の特権だと思います、休みの日に何しても怒られない、これちょっと聞いていいか、あれですか、早くさんの将来結婚したいとかあるんですか、将来です か、 なんか結婚しないまでもパートナーは行ったらいいなと思うんです、うん、思うんだけどね、結婚ってなるといろいろなんか変えなきゃいけないことが多いというか、席がね変わるっていうことだからね、憧れはありますよ、もちろんその実際その結婚した友達とかももう周りにいて、あ、いいな、素敵だなと思うんだけど、いざ自分がってなると大人として立派になってからじゃないとできない気がする、失礼します、お待ちしております、うわ来ました、砂ずり、ネギマ、つくね、ベーコンチーズと、こっちは何だろう、ベーコンに何か入ってますね、焼きたてって格別ですね、これは一体何でしょうかという問題です、あ正解はアスパラベーコンでした、うん、間違いない、この提灯が下がった店内でのんびりしながらいただく串焼きとハイボール、いいです、まだいける気がする、もう一軒行かない、もう一軒、あ、締め行こうか、天狗寿司さんがすごい好きで、え、いいなぁ、どうだろう、見てこのワクワクするメニュー、あらび巻き一緒なんですか、一応内緒なんです、罰ゲームみたいなのもあるんで食べなくなるんで、へぇ、はい、そういうことです、そんなん言われたらたまらない、飲みたくなっちゃう、いやいや、でもじゃあ一旦アルビ巻き一つ、はい、お願いします、はい、楽しみですね、締め張りするとりあえず乾杯しますか、よっ、うわ、プタプ、乾杯、安定の美味しさですね、はい、これで手巻きになります、いやいや、うん、ありがとうございます、アルビから一緒、あ、ほんとだ、見てサーモンとこれエビとトビッコ、うーわー、めっちゃ美味しそう、サーモンが肉厚で美味しい、エビの旨味と飛び込んだプチプチ食感、え、お
美味しい。なんかあれですか、うん、変なの入ってないんですか。さっきの感じだとなんかあれすごい、なんかお姉さんめっちゃ脅されましたけどすっごく美味しいじゃん。あ、ありがとうございます。何も予想外でもよろしく。めちゃくちゃ辛いのとかなんかそういうことかも。あ、そこもあるんで気をつけてネーミングで判断してもらって。そういうことか。はい、そうです。優しさでした。例えば、はい、第7のかとか。第7のかとか。はい、そのものが入ってるのがちょっと。ダイナマイト巻き。はい、お願いします。お願いします。ダイナマイト巻き来ました。明太子乗ってるよな。いただきます。お、あ、あ、やばいかもこれ。あの、後半がちょっと、はい、恐ろしい、恐ろしい。え、大丈夫。南蛮エビお願いします。はい、来ました。ブリです。ネタの大きいこといただきます。ペッタ落ちる。輝いてますね。赤い宝石。あ、まあ、幸せな味がしますな。ということで日高の休日、新場でご飯を食べて、あの秀明店を見て橋岡崎をするという一日でした。いかがだったでしょうか。本当になんか充実しましたね。とにかく休日は自分の気の赴くままに美味しいものを食べて楽しいことをするっていうのがモットーです。この動画いいなと思った方はチャンネル登録と高評価お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。パパー。